ここはどこだ。俺はここで何をしている。どうしたの、こんなところに一人で。またお兄さんと喧嘩したの。お前は。今の夢は。ようやくお姫様のお目覚めですね。なんだてめえか、ペロニア。ちょっとちょっと、エスタロサ様、それは聞き捨てならないです。つきっきりの看病をしたのはこのペロニアですよ。看病？実験の間違いだろ。ヒヒヒ、すっかり元気になったみたいで、何より何より。何見て喋ってんだ。よう、ゼルドリス。裏切りの滞在人が敵地へのこのこと。いい度胸だな。しかも不浄の女神を伴い戻ってこようとは、おしゃぶりの鬼がついていながら、なんたる不始末。わしは反対したんじゃ。こんな女は一刻も早く始末するべきだと。いい加減にしろ、チャンドラ。だって単純な要件さ。俺は魔人王になるために来た。魔人王になるのはこの俺だ。だからなんでそう俺だけのけ者にするかな。この世にたった三人の兄弟だろ。ぶっちゃけ魔人王の椅子なんぞに興味はねえが、お前らが奪い合うなら俺も混ぜてくれよ。生きていたか、エスタロサ。あの人はメリオダスを一度殺した。でも不思議だわ、その前に一度どこかで会ったことがあるような。兄貴こそ元気そうじゃ。お前はエリザベス。どうして私の名前を。あなたと会うのはこれが初めてよ。はあ、さあな。俺にもよくわからねえ。なあ、やっぱり気が変わった。俺は魔人王の椅子取りゲームから降りるわ。その代わりエリザベスを俺にくれよ。えっ、ひー、こりゃ都合がいい。今さら兄弟喧嘩をしに来たわけじゃねえが、二つだけはっきりさせておく。うん。魔人王には俺がなる。エリザベスは誰にも渡さねえ。ふぬけの分際で欲張ってんじゃねえぞ。今さら貴様なぞに俺の野望を邪魔されてたまるか。ゼルドリス様、動けな。俺たち兄弟の問題だ、引っ込んでろ。おの目。これ動いたら死ぬやつです。これぞオータル威厳、オータル力。チャンドラーは感動の涙を禁じ得ません。バカな、魔人王の魔力を持ってさ、幾とも体を動かせんだと。父上の言う通り、メリオダスは本当に面白えよ。メリオダス、こないだとはまるで別人。メリオダス、もうやめて。これ以上続けたら。あんたは確かにあのメリオダスだ。次期魔人王と噂され、四大天使すら恐れた俺の憧れの兄貴だよ。ふぬけ呼ばわりしたことは謝る。とはいえ、まだ諦めやしねえがな。ふざけるな。兄者が認めても俺は認めんぞ。断じて認め。メリオダス、貴様が魔人王の力を求める理由は所詮、その女と自分にかけられた呪いを解くためだろう。そうさ、
そのためにお前が親父から借り受けた魔力を奪いに来たんだ。だが今ので分かった。正直当てが外れたぜ。借り物の魔力を奪ったところで呪いを解く力はねえ。黙れ黙れ、魔人王になるのはこの俺だ。抜け目ねえな。ああもう惜しい。ゼルドリス、お前が魔人王にこだわる理由は分かってる。黙れ。ゼルドリス様、どうされました？いいだろう、貴様に協力してやる。正直気は進まんがな。どういう風の吹き回しだ。脅迫でもされたか。だが貴様の言う通り、俺の借り物の魔力を手にしたところで父上の力には及ぶまい。それとも魔人王の息に